っっさんににになてて東大に行くたために勉強すすする人って多いみたいいみですが、どう思いますか別に勉強すること自体はいいんじゃないですか勉強することで損するわけではないので。ただ、おっさんになってから学校行ってもあんまりメリットないのが日本ですよね。他の国だと結構、いくつでも大学の卒になると結構得するっていうのがあるんですけどね。 あの神戸かなんかであの高卒専用の職かなんかに申し込んだ大卒の人が「お前高卒じゃねえじゃん大卒じゃん」ってバレて懲戒免職になったっていう事件があったんですけど。 で、まあ、それがなんでそういうことが起きたかっていうと、その、高卒の人って、まあ、あの、高卒っていう、その、大学に行ってない人って、仕事が少ないよねと。なので、高卒の人しか入れない枠っていうのを役所が作ったんですよ。んで、あの、高卒って、偽って大卒の人が入って、で、そういう人も40代なんですけど、バレてクビになったって話なんですよ。 で僕この,このタイプのは良くないと思ってて要するにその大学に行くってじゃあ大学に行くための勉強をして試験に受けて受かってで学費を払ってなんか4年間通って勉強してで卒業して社会に出るわけじゃないですか要はその勉強した結果損をする仕組みになってるんですよね勉強して大学に行かなければクビになんなかったじゃんみたいなでただその高卒専用の枠っていうのを作ってる以上そこで その高卒って詐称して嘘ついて入るのが良くないよねっていう考え方もあるんですけどそそもそも高卒専用のの枠とといいいううが良くないというふうに僕は思ってますとじゃあ,そのあのじゃあ高卒ですと給料低いですもしくは高卒だから仕事が見つかりませんっていう人に対して行政っていうのは高卒のための枠を作るんじゃなくてじゃあ高卒じゃなくて大卒になればいいんじゃないのって言って大学に行くための支援をするべきだと思うんですよね。 そのさっき言ったじゃあその日本が何で IT が普及しないのかって話と一緒で結局そのじゃあ IT が分かんない人に合わせるんじゃなくてみんなで IT 分かるようになろうよっていうのでその国民のレベルを上げようよってするべきなんですけど高卒の枠って高卒の枠があるんだから高卒でいいじゃんってなっちゃうんですよ。 なので高卒のままでも暮らせるよねっていうのでみんなで頑張って勉強しようとか大学にみんなで行こうっていうのじゃなくて高卒のままっていう低いところに合わせるっていうのになっちゃうんですよね。 なので、ね、この、その、低いところでも安全だよねっていう仕組みにするんじゃなくて、低い人が上に行った方が得だと思うんだったら、上に行くのを支援するっていう。要はその、高卒だから仕事ないっていうんだったら、じゃあ大学にただで行けるようにさ、放送大学にただで行けるようにしますみたいなのやって、じゃあ大卒になってくださいと。で、大卒として普通に、じゃあ就職できるようになってくださいと。で、その人の方が、要はその、高卒専用の枠でしか働けない人じゃなくて、支援を受けて大卒になった結果、じゃあ、いろんな仕事になれますと、給料も高くなりますっていう方が、実際その人の とっても得だしでそのまあ大学が果たして価値があるのかっていう問題は置いといてあの社会に大卒の人が増えた方が社会でその作られる価値は増えるんですよね。まあ、ここら辺「トロピコ」っていうゲームをやってもらえれば分かると思うんですけどあの南国の島でもともとはなんかバナナを育てたりとかタバコを作ったりとかパイナップルを育てたりっていうのをやってるあので収入を得てであの大統領なんですよ自分が。 で、そこの収入が出て、こう、住民を増やしていくっていうゲームなんですけど、そプレジデンテって言われるんですけどね、あの、スペイン語の件なんで、で、そのトロピコっていうゲームの中で、中学校を作って、中学校を卒業すると、中学校のし、その卒業の資格を持ってできる職業っていうのに、今度、つく人が出てくるんですよ。で、その後、高校を作って、高校卒を作ると。 で、高卒になると中学校の先生になれると。で、中学校の先生って、最初は誰もいないんで外国人を知れなきゃいけないんですけど、そのうち自分の島の中で中学校の先生になれる人が増えてくるんですよ。で、中学校の先生になれるレベルに人が中学生作って、で、高校、また高校を作ると。で、高校も高校の先生を外国人を連れてくるんですよ。外国人ちょっと高いんですよ、給料が。 で、高校卒業しました。で、今度はじゃあ大学を作ります。大学の先生仕入れますってやって、そのうちその島の中で高卒大卒が増えてくると、今度は高校の先生を自分の島の人たちができるようになって、大学の先生も自分の 島の人ができるるようになるとそうすると工場を作ったり工場の技術者っていうのも本来外国人っていうのを雇わなきゃいけないのにその自分の島の人たちだけで鉱山を作って鉱山の工場を作って鉄を精錬してそこでじゃあその鉄鋼の製品を作るとかっていうのも自分の島だけで回せるようになるんですよそれができないとずっと外国人を高く雇い続けるっていうのをやらなきゃいけないとで昭和の時代それがあったんですよねあの八幡じゃねえや 雇であの絹を作るなんだ富岡製紙工場富岡だよねあれもともとフランス人雇ってやってたんですよねフランスのリヨンかなんかは結構絹で有名で,でそこの技術者の人たちっていうのに来てもらってでその工場もそのフランスの設計士の人に作ってもらったんでフランス様式の建築なんですよ で、そこでその、あの、まあ、日本人っていうのが一生懸命そこでその蚕を育てて、絹製品作るっていうのを覚えて、で、そのうちもフランス人がいなくなっても、富岡製糸工場って絹の,すあの質がめちゃくちゃ良かったので、フランスのリヨンの絹よりも、富岡製糸工場の絹の方が高く売れるっていう時代が来ちゃったんですよ。日本人、もともと生真面目なのと、あと、まあ、あの、その、富岡、ちょうどね、なんかね、山のがあって、で、そこの山がね、ちょうどその、 あのなんか富士山の風穴みたいになってて温度が年間十何度を維持するみたいな感じでその冷蔵設備みたいのが自然にあったりしたんですよね。っていうのでそのあのカイコのクオリティとか絹のクオリティと維持するっていうのができてもともと日本人って勤勉で真面目なのでそのちょっとでもゴミがついたら弾くみたいなのを丁寧にやって割とその質のいい絹っていうのを作って世界中でうまくやりましたよっていうのがあったりして。 外国の人たちの技術って言えるんだけど、だんだんその自分たちの国の人たちのレベルを上げていって、外国人がいなくても産業として、今度は世界に物が売れるっていうレベルまで持っていくっていうのを、その富岡製紙工場の時代はやってたんですよ。で、あれはその完成で国がこれやれって言って、国がフランス人に金払ってやった仕組みで、その結果その日本でその,布あの絹の布を作るっていうのを世界に売るっていうのを成功したっていうので、昔の日本の官僚は優秀だったと思うんですよね。でも今ってその、じゃあ、 新しい技術をみんなで覚えましょうとか、ちょっとずつ良くしていきましょうっていうのじゃなくて、高卒専用枠みたいなのを役所が作っちゃうっていうのはどうなのかなと思いました。